界の中心には不思議な生命の起源。神樹の実はアリ族に知恵の力を与えた。しかし各部族は神樹を自分のものとするため戦争を起こした。そして貪欲に蝕まれた神樹は次第に衰えている。ヒアリの群れが巣に潜入した。彼らは女王。女王アリは槍が逃げた時に大量の食料を。俺の名は後世に語り継がれるのだ。私の名は後世に語り継がれるのだ。虫などを見た。ああ爆弾は無理やりかも。モルガリ島へ。
凱旋おめでとう。だがここさ、進化の。そろそろ厄介なサソリを。英雄基地は。スラ将軍は本当に凛々しい。これ、ラッキー蛮族アリとの戦い。王水様が働きや今こそ征服へ。勝者こそが戦争を終わらせることができるのだ。Thank you.
桃水様、サソリ族は暗く、加速アイテムを使う。ご覧ください。ラリーは毎週。影に潜んでいる。私の青春は自分の体を。愛がなければ生きられない。なんか言うまでも。
統帥様、我々はつ、センサソリがあなたの近、センサソリがあな、私の名は後世に語り継がれるのだ。統帥様、部屋りの訓練、真の巣はあの頃、この…愛がなければ生きられない。征服なんか言うまでもない。真の巣はあの頃、こんなものではなかった。私はナイルの娘。そろそろ厄介なサソリを懲らしめよう。愛がなければ生きられない。征服なんか言うまでもない。
私の名は後世に語り継がれるのだ。この巣の防御工事、勇敢なる闘争。者こそが戦争を終わらせることができるのだ。おれ、ラッキー。
香水様、真珠。私の名は後世に語り継がれるのだ。どうやら戦総帥様、敵は何度も攻撃を仕掛けてくる。女王アリ、あなたがより多くのアリ族の英雄たち解放されると。
新しい秩序は世界を根底から揺さぶるものだ。新しい秩序は世界を根底から揺さぶる。
私はナイルの娘。私の名は後世に語り継がれるのだ。統帥様、連盟を創立し、それに英雄の基地を増。